どうも宮部です。ふうみんです。若手 TV です。今回渋谷やってきました。はい、ここでやる企画、浪人の3月こう過ごすべき大調査やっていきたいと思います。浪人が決まった人が、はい、この動画見てるということを仮定してですね、はい、浪人の3月こう過ごすべきだよみたいなのね、浪人経験者の先輩からアドバイスしてもらおうじゃないかという企画ですね。なるほどですね。 B 山浪人経験者ですけども、はい、2月から受験勉強を浪人してたんで、はい、この3月過ごし方結構分かれるじゃないですか。なるほどね。遊ぶのか勉強するのかとかね、はい、こういう風に過ごすんだよっていうのを教えてあげる番組にしたいなと思ってます。わかりました。皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄、Twitter とインスタの方も絶対お願いします。さあそれでは行くぞ。浪人生は要チェック。わかって TV。 浪人生の方見つけました。ちなみに今通ってる大学学部教えてもらっていいですか。立教大学の経済学部、はい、あ、立教の経済カンパス一浪ですか。いや、三三浪三浪立教経済人生終わった。やめろお前。高校 A 高校 B 高校行ってるやん。そうです。2つね、行けますよ確かにね。何があったんすか。あの偏差値がすごい低い高校行ってて、あ、はいはいはい、勉強頑張ったんですけど2回失敗しちゃって。あ、まあ、つまり、はい、通ってた高校、はい、実質中学校です。やめろお前。いや中学校なんで6年行くねお前。今回浪人生の、まあ、3月こう過ごすべきよっていう動画なんですけど、なんかありますアドバイス。3月追い込んどいた方がいいと思いますか。11月ぐらいには余裕だぜみたいになってた方が合格しやすいと思います。なるほど。ちょっとガンチクあるね。なんせ3回浪人の春をね。毎年3月は油断しちゃうの。いやもう油断します。3月遊んじゃったエピソードないですか。受かった友達と遊んだり、はいはいはい、ボーリング行ってました。優雅やな。ボーリングめっちゃうまいっす。あ、そうだ。ボーリング。浪時代に極めた。浪人経験者の方見つけました。はい。何浪してどの大学か教えてもらっていいですか。浪で青学です。二浪は青学。また。二浪は青学も情けないな。やめろお前もう。あの太郎論芸多い説。やめろ。確かにね。ちょっと多かったね。浪人期間も髪の毛も長いわ。うまいこと言ったよ。何も言えなかった。まあどうでした、1浪目2浪目の3月反省点とか何かあります、うん、ありますか。カミングアウトすると、カミングアウト、はい、外国人なんですよ。あ、外国の方、はい、はいはいはい。ちなみにどちらの国の方なんですか。中国。あ、中国の方、はいはいはい、はいはい、浪人のスタートの月はどう過ごしました。勉強するしかないかなって思っちゃって、ガリ勉してました。いやでもそしたら2浪しないでしょう。文章力が足りなくてもう1浪しました。あ、仕方なく落ちたってことね。そうですね。反省点は、反省点、文系の勉強全くしてなくて日本語の勉強ばっかりしてたんで、はい、日本そんだけ好きないの。結構好き。日本で来ようと思った理由は、アニメ見ててもういいなって思って。あ、てか浪人中も絶対アニメ見てたやん。見てないっす。見たやろ。絶対見てない。いや嘘つけ、見たやろ。日本のアニメ好きで日本来たやろ、うん、だからアニメ絶対見たやん、はい、見てないっす。いや見たやろ。見てないんだよ。見たやろ。二浪の歴史を美化するな。いや現在浪人生の方見つけました。あら、どこ志望なの。法政志望だったんですけど、はいはいはい、まあでもちょっと無理かな。いや、まあ、入試真っ只中よ。本当は今日入試だったんですけど。え、ぶっち。やばー、ちょっと自分本当にクズなんだ。あー、やばいやばい、やばちょっと。法政行くだけでもクズやのに。やめやめ。家はどの辺なの。群馬。群馬からホテル取ってるってこと。そうです。群馬のお母さん法政受けに行く、やめちゃった。やめやめ。お母さん言ってないからまだ。後で言うとは思うけど。今回なんですけども、はい、浪人が決まった3月こう過ごせよみたいなテーマでね動画をお送りしまして、はい、アドバイスみたいなの欲しいんですけど。去年はいやめっちゃゲームしてました。ゲーム、いきなり浪人生活ゲームから始まる。その時やってたゲームは FPS ゲームばっかやってました。 FPS、 人殺しの。いやいや人殺しよね。お前自分の受験で死んでるやん。やめろお前。めくるな今マットだったから。本当に勉強を切り替えたのは何月頃やったの。ずっとバイトしてたんですよ。バイト11月くらいまでやっちゃって、それ3月くらいから始めた。5月くらい。これあるあるですね、はい、3月4月ゲームして、はい、家におった親が、はい、あんたもうそんな家におるやったらバイトでもしてきなさい言うて、ね、バイトして、はい、結局勉強1ミリもしてないみたいな。3月これ今流れてるじゃないですか、はい、これを見て同じことやろうとしてた人いると思うんですよ。あの、ね、絶対、ね、絶対バイトしない方がいいって。絶対ダメです。やめるだけあるんで。本当は自分も5月くらいから始めて、はい、8月で辞めようと思ってたんですけど、はいはいはい、だけど辞められなくて。あー、よく聞くやつ。いなくて。ていうかさ、このまま行くとさ法政休んでるわけや、うん。
色あるんじゃん。いやー、多分大丈夫です。協定利用で生成メガカッタリ取れるんで。構成受けたらワンチャン受かるやん、それぐらい質があったら。大丈夫です。11月くらいからまあ1日5時間くらい勉強して。3月遊んでも大丈夫。ダメだよ、ダメだって。だからそういうの言うと真似するやつが出てくるから絶対ダメだぞ。ゲームと比べた受験はぬるゲーやと。こっちか、どっちを投げばいいんだ俺は。もうどっちもダメだこいつら本当に。B 山は3月どうしてた、浪人の3月。いやそう、2月から新しい単語帳やってました、はいはい、B 山は。おー、 そのおかげで偏差値30代からでも早稲田に2学部受かりましたから。なるほどね。3月も1日10時間とか。もう1日8時間10時間やってましたね。なるほどね、はい、単語帳とか文法とかもう覚えは3月に単語帳終わってました。これが逆転合格やよ本当に。この1ヶ月の差でかいな。でかいよこれが本当にね。単語と文法3月終わらせろと。そういうことです。なるほど、わかりました。 B 山はそう言いたいです。僕現役で兄弟受かったんで関係ないです、うん、やめろお前。まあね、お互い武田塾な、歌ってるからな、はいはい、じゃあ浪人経験者の男の子見つけました、はい、何浪してどの大学か教えてもらっていいですか。一浪して信州大学。学部は医学部。いや、俺もね、医学だと思った、ちょっと。現役の時はどこ受けたんですか。センター試験ですごい失敗して、はい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 、でも出せるとこが岐阜の医学部しかなくて。おー、なるほど。だけど落ちちゃった。そうですね。で、浪人決まりましたと、はい、で、3月何しました。これから浪人するっていう覚悟を決めつつ、ちょっと遊んでました。あ、なるほどね。そうですね。え、どんぐらいの頻度で遊んでました。週3ぐらいですか、ね、おー、結構遊ぶ ね。11月の後半ぐらいまで友達とカラオケ行ったりしてた、はい、ちょっと休憩がてら1時間友達とカラオケ行くみたいな。おー、まあまあ、そんな感じ。メリハリが効いてるよ ね。やることやってます。じゃあ逆にこれだけは気をつけてたみたいなことあります。3月必ず毎日3時間は勉強するようにしてました。あ、どんなに遊ぶ日でも。そうですね、数学と英語だけは触れてました、ね、なるほど、それいい話ですね。説得力あるよな、ね、説得力あるね、やっぱ医学部だもん。どっかの浪人のあれつとちゃうな。いやいや、お前もう凡人は遊んだら心緩むのね、だらけちゃうの、はい、そっからよし今日も勉強しようっていうこのスイッチの入れ方。あ、でも緩んだら寝ますね。起きたら自分浪人してるって思い出すので遊んでても。あ、なるほどね。自分は浪人生だっていうのを言い聞かせてたみたいな感じ。そうですね、なるほどね。やる気なくなったらもう寝てリセット。そうですね、寝て起きて現実見る。なるほど、あ、なるほど。これ結構大事かもね。ですね。お姉さん見つけました、はい、今回浪人経験者を対象にインタビューしてるんですけど、浪人は経験してますか。してないです。現役で浪人しそうです。おー、しそう。ちょっとどういう状況なの。どこ受けたの。上は遠いとかで。東京医科、医学部志望。あ、そうです。とあと何個かチャンスあんの。まだ何個か出てないとこあるけど、はいはい、手応えはあんまりない。もう浪人しそうな女の子ということで、はい、そう、高3ですね、きっとね。だからこれ今までの人の意見をまとめてちょっとアドバイスしてあげましょう。そうですね。ぶっちゃけじゃ浪人したとするやん、はい、3月遊ぼうと思ってる、勉強頑張ろうと思ってる、どういう状況ですけど。でも今浪人のお、そうだ、ね、早いね、早いね、2月前半です。どんなプランで行こうと思ってるの。え、でもちょっと今の浪人する分、うん、はい、受ける学校のレベルを上げていきたいから。おー、なるほどね。じゃあ医学部の中でもちょっと上の難しいって言われるとこ狙っていこうかなみたいな。いいですね、いい頃だし。え、3月はなんかもう例えばさ、もう女子あるあるやね、友達卒業旅行入れちゃった。いや、そう、みんなディズニー行くんだよね。ありがち。どうなのその辺は。修学旅行行けなかった分、あー、コロナでね、帰ってきたので、うん、その分で企画立ててくれてる。あ、行きたいなみたいな。本気出すんちゃうの。あらあらあら、早速や。何が浪人のプラン考えてます。考えてんの遊びのプラン。やめろお前。じゃあどこ行くの。九州とか。あ、めっちゃ遠 い、 ゃい。私浪人するからって断ってもいいや。でも1回しかないじゃない。あ、甘い心ね。いや、この自分に甘い。切り替えるのは自信あんの。流されちゃうかもしれん。流されはしないけど、はい、結構遊ぶの好き。あららららら、買った方がいいんじゃない遊びを。このインタビュー聞かなかったらもう絶対九州行ってたと思うし。なるほどなるほど。そうだ、これでもし行かないことがあったり、まあ目配つけられたらちょっとこれ俺らのインタビュー意味があったね。なるほどね、うん、旅行我慢しとくよ。そしたらもう1年で決めるんでしょ。ということはなんか自分自身を変えなきゃダメなんじゃないの。もしなんか自分がね遊び好き甘えた自分なんだったら、その自分から変えていかないと伸びないよ。そういう遊びとかも立った方がいいんじゃないの。はい、ね、およかった、ちょっと立つって言ったから今ね。お、うん、断る。立ちますよ。あ、よし、よかった。卒業旅行断る。はい、あ、断る。ちょっと断りのライン入れよう。そしたら、いやいや、だってもう人数予約しちゃうよ。予約したからって言われて行っちゃうでしょ。まあ、本当もう予約したの。まだ企画立ててないからね。じゃあ、そのグループライン抜けよう。退出しましたって。さすが来たら断るってことで。はい、グループラインも抜ける。抜けます。おー、ね、これで意味があった。こ
これで落ちたらもっと後悔するやろな。本当だよお前、もうお前のせいだろ。メリハリできたら1位かな。でもね、はい、勝負した1年間っていうのは、うん、かけがえのない財産になりますから。あ、それはいいこと言う。もう遊び全部立って、うん、もう医学部のために自分を変えて頑張った、これはね、もう耐え難い。あ、いいね、いいこと言うね。そう、間違いない。はい、というわけでやってきました、3月こうすべき、浪人生に聞いてみた企画ですね。はい、まあ、うまくいってる人はやっぱメリハリが上手でしたね、うん、ただまあ失敗してる人もいたんで、はい、やっぱ3月の過ごし方が結構命運を分けると。分けてましたね、まあ、多少遊ぶのはまあ許されるっぽいですね。ですね、はいはい、ただ B 山遊びを立って成功してるから、そういうことですね。もう本当1点差で落ちてる東大生とかいましたから。確かにね、その1ヶ月しっかり自分にとって、悔いないように過ごしてほしいと思います。なるほど、まあ、遊びはほどほどにということで勉強も早速始めてください。はい、皆さんチャンネル登録、高評価、誰か Twitter、インスタの方も絶対お願いします。じゃあ今日はこの辺でバイ、はい。